皆さんこんにちは、EKです。友人がですね、近所の公園の、ため池になんか野生のグッピーがいるということで、いやそれは野生じゃなくて誰かが、放したやつじゃないかな、誰かが放流したやつじゃないかなと言ったんですけど、いや違う、なんか体の模様が、普通の売ってる販売してるグッピーと違うって言うんですよね。そこで、実際に捕まえて観察してみたいと思います。この中に野生のグッピーがいるということなんですけど、上から見るだけでも結構魚影が見えますね。これはエビだ。スジエビかな、これ沼エビかな、エビです。スジエビの方かな。ちょっと草刈りの音がすごくて声が入りにくいと思いますけど、いますね。いや、ちょっとすくっただけなのに一匹かと思ったらいっぱい取れた。はい、早速グッピーらしき魚が取れたような感じなんですけど、ちょっと模様はまだないですね、この個体は。あー、でもグッピーみたいな感じですね。メダカじゃないですよね。あ、これはザリガニ発見。ザリガニです。はい、アメリカザリガニです。片腕が欠損したんかな、新しく生え変わっているのが小さいですね。この辺をよいしょ。わ、すくえばエビが取れる感じですね。あ、魚もグッピーかな。模様はついてないですね。どうしても模様のついた野良グッピー、ワイルドグッピーを捕まえたいですね。上から見えるこの魚影は全部これエビですね。スジエビだと思います。あ、違う、沼エビだ。ちょっとカメラじゃ分かりにくいですかね。よし、それではここに、よいしょ。エビだ。あ、またザリガニが取れた。いっぱいいるな、ザリガニ。あ、カエルがいます。違うな、普通のメダカみたいな感じですね。なんか今でっかい生物がいましたよ。なんだろう、うわっ、でかいカエルが。これトノサマガエルじゃないですか。うわ、すごい、カエル飼育してみたかったんですよね。これはトノサマガエルかな。ちょっとあんまり詳しくないんで分かりません。
魚も取れてるようですけど、あのグッピーの模様のあるやつじゃないですね。ほとんどエビだ。エビばっかりだな。あ、模様ありだ。模様ありのグッピーらしき魚を捕獲しました。はい、これは間違いなく野良グッピーですね。ワイルドグッピーかな。結構でかいです。これまたなんかアンチの人から言わせてみたら遺伝子汚染とか言うんでしょうね。遺伝子汚染ってそんな魚の勝手だろって感じですけどね。おそらくこのため池の中で野生化したグッピーがここで自然個体としてどんどん繁殖しているんでしょうね。また模様ありを見つけました。模様ありのグッピーです。ワイルドグッピーです。ちょっと模様が分かりにくいんですけど、お腹のところにですねうっすら模様があります。グッピーの名残ですね。正面向いてる。ちょっと模様が薄くて分かりにくいですね。でも多分今まで取れてた魚全部これと同じ種類なので、グッピーいやワイルドグッピーだと思います。いや、サバガニがいる。サバガニ、これ多分産卵するんかな。最後のワンガサでワイルドグッピーを捕まえました。あ、ワイルドグッピーさっきからずっと捕まえてるんですけど、模様の入ったワイルドグッピーを捕まえました。こいつですね、この正面のこの魚、お腹のとこに少し模様があります。なんかですね、あの友人が送ってきた写真にはですね、赤とか青のこう模様がついてたんですけどね、ちょっと私が今日捕獲した中のグッピーにはそのような模様はありませんでした。はい、今日の釣果です。無数のスジエビとヌマエビとザリガニとカエルとあとワイルドグッピーです。すごいですね。